ハイムサバンは、アメリカ合衆国で活躍する、映画プロデューサー、実業家、作曲家、音楽家としては、クッサマーチ名義で参加した作品もある。サバンキャピタルグループ会長兼 CEO、サバンブランド会長、ユニビジョンコミュニケーションズ執行会長。過去の肩書きにサバンインターナショナルパリ社長、サバンエンターテイメント会長兼 CEO、 フォックスファミリーワールドワイド会長兼 CEO、サバンミュージックグループ会長兼 CEO、TF1 グループ社外取締役、ディレクティビー B 社外取締役などがある。エジプト生まれのユダヤ人で、アメリカ合衆国とイスラエルの二重国籍者。個人資産は約29億ドルで、世界1008番目の大富豪である。妻は、心理学者、事前家、脚本家。 プロデューサーのシェディル・サバン。1986年に自身のアシスタントとして雇ったのが出会いで、1987年に結婚。声優のティファニー・クリスタンと女優のハイジュレンハートは義理の娘にあたり、他に二人子供がいる。元イスラエル大統領のシモン・ペレスは親友。民主党の最大の献金者の一人でもあり、元アメリカ大統領のビル・クリントン。 妻のヒラリー・クリントンとも信仰が深く、2008年と2016年に、ヒラリーが大統領へ立候補した際には、彼女を支持した。シオニストとしても知られており、2002年には、ブルッキングス研究所内に、サバン中等学研究センターを設立している。エジプト王国、アレクサンドリアで、ガング店員の息子として生まれる。1956年のスエズ戦争の影響で、 家族と共にイスラエルテルアビブに移住した。イスラエルに移住した当初は路上でサボテンの実を販売していた。寄宿制の農業学校に入学するがトラブルメーカーだったため退学し夜間学校に入学。14歳で小屋掃除の仕事を始める。イスラエルで旅行会社を設立しビジネスキャリアをスタートさせるイスラエル国防軍に入隊後20歳の時。 ビートルズのカバーバンドに参加。数ヶ月間、ベースギターを担当していたが、後に、バンドのマネージャーに専念するようになり、友人の家札たりとともに、音楽プロモーターとして活動。数年後にはサバン、たりとプロダクションを設立した。第3次中東戦争及び第4次中東、戦争時には、軍の慰門を担当していたという。第4次中東戦争の終結後、 戦争の影響で予定していたことの演奏会が中止になるなどして事業が交代し70万ドルの負債を負う。負債を負ったサバンは事態を打開するため1975年にビジネスパートナーだったシキレビと共にフランスパリに移住。フランスに移住した理由は自身がフランス語に堪能だったことによる。フランスで最初に手がけた仕事は少年歌手のアムのプロデュース。 1977年にサバンインターナショナルパリを設立。1978年に音楽会社サバンレコードを設立し、ノアムが歌う UFO ロボグレンダイザーのフランス版主題歌レコードをリリース。同曲は大ヒットとなり多額の利益を得る。サバンはフランスに輸入される外国製テレビ番組のフランス語吹き替え版用の音楽の制作を手掛けるようになり、 フランスのアニメーション制作会社にも音楽出版権の確保を条件に制作した音楽を無償で提供し、ラテンアメリカ地域向けのスペイン語番吹き替え版の音楽も手掛けている。1983年にカリフォルニア州ロサンゼルスに住後、アメリカ国籍を取得。フランス時代と同様に音楽出版権の確保を条件にアニメーション制作会社に 無償で音楽を提供し、事業の基盤を築く。アメリカにおいて、テレビ番組を再放送する際に、音楽の再使用料を、権利者に支払わなければならないが、サバンの音楽には、それが必要ないため、制作会社にとって、都合の良い提案だったとされる。1984年にサバンプロダクションを設立。同年、日本を訪れた際に、スーパー戦隊シリーズを視聴し、 興味を持つ。1985年にスーパー戦隊シリーズの国際放映権を入手し、超電子バイオマンをベースにアメリカで撮影した映像と組み合わせた作品ビオマンを制作し、売り込みをかけるが放送には至らなかった。後年、フォックスチルドレンズネットワーク社長のマーガレット・ローシュがバイオマンに興味を抱いたことから、1991年に東映に スーパー戦隊シリーズの輸入を打診し、1993年にスーパー戦隊シリーズの英語バンドオーカライズ作品、パワーレンジャーを制作し、大ヒットを記録。この成功によりサバンは、アメリカの子供向け番組業界の母子的存在になったとされる。1995年にサバンエンターテイメントは、ホックスチルドレンズネットワークと合併し、ホックスキッズワールドワイドとなる。 合併に際し、ルパート・マードックにパートナーになることを主張し、共同経営権を得る。2001年10月24日、フォックス・ファミリー・ワールドワイドを、ウォルト・ディズニー・カンパニーに約52億ドルで売却後、サバン・キャピタル・グループ設立。フォックス・ファミリー・ワールドワイドの売却で17億ドルの利益を得るが、これは、ハリウッドの歴史において個人が得た最大の利益とされている。 2002年にカリフォルニア大学の理事となるが2004年に辞任2003年にはドイツの大手テレビ局プロジーベンザット1メディア買収を主導し同社監査役会の会長を務めた後2006年12月にプロジーベンザット1メディアをイギリスのパーミラとコールバーグ・クラバス・ロバーツ &COO の両社に売却2017年3月 テレビ業界での貢献を記念し、ハリウッドウォークオブフェームに星を刻んだ。1999年に妻のシェディルサバンとサバンファミリー財団を設立し、事前事業を行っている。2008年にはロサンゼルスフリークリニックに1000万ドルの寄付を行う。それに感謝し、同病院はサバンフリークリニックに解消された。2009年には、 ウィルシャーシアターにも500万ドルの寄付を行う。同劇場も寄付に感謝し、サバンシアターに解消された。ありがとうございます。